ゆうたくんの世界。小学生になったばかりのゆうたくんは、新しい環境になかなかなじめませんでした。朝の読み聞かせで学校に来たゆうたくんのママは、一人ポツンと座るゆうたくんを見て、切ない気持ちでいっぱいになりました。ゆうたくんは家でしょっちゅうママに抱きついて甘えました。ずっとずっと一緒にいてね、ママ。うん、でもママはゆうたよりずっと先に死んじゃうから、死んじゃうまでね。ママは死なないよ。100年も200年もずっとゆうたと一緒にいるんだ。ゆうたが100歳になるときには、ゆうたとぎゅーしたい人たちといっぱい出会えるよ。まだゆうたは6年しか生きてないでしょ。違うもん。ママだけだもん。ママがいればいいもん。いつもこんな調子です。ゆうたくんはママがいればそれでいいと思っていました。なかなか自分の世界を広げようとしないゆうたくんを心配に思ったママは、友達ができるように習い事をさせてみようと考えました。はじめは水泳教室。行きたくない。一回で行かなくなりました。次は英語教室。つまんない。これもダメ。いくつか見学に行ってみましたが、ゆうたくんはどれもやりたくありませんでした。ある日、町のポスターを見て、ゆうたくんが立ち止まりました。ママ、これやりたい。なんか面白そう。ゆうたくんが指さした先を見ると、和太鼓のポスターが貼ってありました。ゆうたくんがせっかく興味を持ったので、日が変わらないうちにと、ママは急いでポスターに書かれていたメンバー募集の電話番号に電話をしました。次の休み、ゆうたくんとママは和太鼓サークルの練習場にいました。はじめは和太鼓の大きな音に圧倒されていたゆうたくんでしたが、叩いてみると楽しかったのか、お兄さんお姉さんに混じって嬉しそうにはしゃいでいました。次の練習も次の練習も、ゆうたくんは楽しそうに出かけていきました。ママはそんなゆうたくんを見ると嬉しい気持ちでいっぱいになりました。その頃から少しずつゆうたくんがママに抱きついてくることが減り始めました。和太鼓を習い始めて少し経ったある日、ゆうたくんは夏祭りで和太鼓を叩くことになりました。大きなお祭りで遠くから見に来る人もたくさんいます。そんなたくさんの人の前で太鼓なんて大丈夫かしら？ママの心配をよそに、ゆうたくんはとてもワクワクしていました。お祭りの当日、ゆうたくんは和太鼓を披露しました。みんなの掛け声に合わせ、夢中で叩きました。腕がパンパンになっても、少し間違えても、そんなの気にしてられません。とにかく必死に叩いて、目いっぱい和太鼓を楽しみました。そのおかげか、叩き終わると会場からは大きな拍手が鳴り響いていました。ゆうたくんは一番前で見ていたママにピースサインを送りました。手に豆ができても、疲れて起きるのが大変になっても、毎日必死に練習してきたゆうたくんを思い出して、ママは
思わず泣いてしまいました。ゆうたくんに初めてママ以外の楽しい世界ができたのです。その成長にママはとても驚きました。家に帰るとゆうたくんはママにお願いをしました。ママ、僕やっぱり英語も習いたい。和太鼓を世界に広めるんだ。ゆうたくんの世界はこれからもどんどん広がっていきそうです。ママは毎日甘えていたゆうたくんを思い出してクスクスと笑いながらうなずきました。おしまい。お話は面白かったぶ？このお話の絵本が欲しい子は動画の説明欄を見てぶ？グッドボタンとチャンネル登録